沢一メンツ、黒沢と高宮の差が5300、1200、太郎は満願つもで高宮まで逆転できます。黒沢までは本当にすぐそば。優はどうすかこれ。あーいいとこいた。あー急所開くんじゃない。え、さあ津田さん、何今ポンじゃないって。ポンじゃない。あ、ポンじゃない。はい。あ、なるほど。ペンサンピンのターツができてたんですけど。あ、太郎いいシャンテ。でも万が欲しいんですよ。黒沢までは2800。だからもうウーパーペンリーチでしょ。リーチピン不相撲で3着に上がるから。3着でいいと。でもし万が裏が乗って万がならそれはそれでいいと。でも裏ドラピン札と2つ欲しいですよ。2つ乗ったらラッキーと。だからまあ現実的には3着で。そっか、ドラですもんね、ウーピンがね、まずね、はい。さあ鈴木優もう一声。いやもうね、トップはもうね今かなり近いですよね、港見えてますよ。そこまで来てますよ。手を振る乗組員が見える、監督が見える。慎重な一曲。地元愛知県豊橋市では鈴木優の応援団が声を枯らしての応援でしょう。娘が見ている、奥さんも見ている。6、7、8。ああそうですね、ローピン切りますね。これはねローピン切りそうですね、切りますね。もう振り手になってもしょうがないもんね。いい射程にしつつ変化も見る、さあ来た、ポン点だ。あ、来たね。白一枚切れ、変化も見たいからパーソーですかね。一応パーソーですね、マンズの変化ね。はい、この白が浅いんですよね、こういう時ね。まあえ、まだ始まったそうなんだよ。パーピン泣きますか、パーピン。じゃあ、いや浅い、そうね。あー よかったですね、パーマ残して。イーペイコーの缶パーピンも考えてるか。いや9ピンから切ろうかチーピンから切ろうかでしょ。飛んだ、間取った。だからこれ白が来ても問題ないよと。あー間取った、間取りましたね。ただこの高宮の手が天板にたどり着いたら優も怖いぞ。だからこれ後半段でパーピン入りそうだね、優に。でも白が浅いんじゃないですか。白は浅いんだよいやー9万引っ張りますね。何なんだろう9万、なんで引っ張ってんだろう。分かんない、9万来ましたね。はい、あややこしい手だねこの黒沢の手はね。これは6、7、8に切るときか。いやでリーズもドラ裏でも同じなんですよ結局。そうか、リーチツモだと足りないですよ。ただあそっか、はい、5100のツモ上がりだと足りない。一応イシャンテン取った。いったでも3色の見ましたか。目残してますよちゃんと。うわー盤石、盤石、盤石です。高宮一矢報いるか。いやきついね、7万がね。7万がきつい。なんだマンズだぞ。3万入った。ん、2万か、ごめんなさい。ただ高宮はもう打点的にはかなり出てきているのでチーやポンがあると思うんですよね。はいはい、はい、ポンはないですけど今は。7万来ないかな。7万ありますよね。お1枚か、単4になった。1200で2着なあ、両面両面のイーシャンテン。そうなんですか。1、これでウーピン積もって裏1、まあ、そう裏積も裏で、まず黒沢ドラ積もの裏で高宮まで逆転。これ U 打っちゃうあるのかな。打っちゃありますよ、全然問題ないもんね。ただ上がってくれないかもしれないですね。上がりませんね。そうね、ウーピンだと裏1、パーピンだと裏2枚必要になります。シャーチャか、1枚切れ、一人テンパイやられると黒沢逆転される。いや難しいな。シャーいった、ウッパーピン、これドラのウッピンありますよね。あります、2枚ありますね。あります。
37差、イシャンテン大変だ、6万パーワン、え大変じゃない高宮の手、え数値位相当シーマンがないんですよね、とにかく1枚しか、ローマンパーマの重なりか、もうだからねそっち系でいいんだもん、チーだチーだチーで短期でしょ、短期でいきたいですね、短期ですね、短期でいきたい、カンチーマ、あーカンチーマそっちがないんだ、1枚ですか、カンチーマ1枚ですね、あーそうかローマンも8万も通ってないからな、つらいな、で筋ってことか、あそうそう筋リーチの筋チーマンが、ああそっか、いやこれウーピン持ってきたらどうしますか、いやもう一丁3層でもあります、そうねそうね、いやでも打ち抜いちゃうもあるな高宮は、そうはい、いや打ちたいんですよね、チーソー打ち行ってますからね、事実、うわー変わった、数万が1枚ある、あパーピン掴んだ、2枚、スチーマン2枚ありますよ、ウッパーピンがこれでウーピンがまだ2枚、パーピンが2枚、あれ4万当たりだよ、いやいや打たないですよ、親の現物したいですもん、あそうか、はい、まだ吐くじゃないですか、太郎の現物って高宮の危険牌打つのはもう何やってるか分かんないですもんね、あそっか、はい、ポンはやっぱチーピンパーピン打てないと、ユーがポンするとチーピンパーピンでテンパイでしたけど ね、はい、うわーこれ怖すちまもある、怖いね、ウーピン2枚パーピン2枚のウッパーピンを枚数は太郎ですね、すっちまは1チーマー強いなー、6000オール6000オールだよ、3色だ6000オールだよ、嘘やろ、剛腕の海の主はでかい、タンヤオ3色ドラドラ赤赤シーマン積もって6000オール、海賊船のどてっ腹にでっかい大砲撃ち抜きました、油断していたわけではない、そうね、高宮が強すぎる、さあユウもう一丁、もう一回漕ぎ出せ、もう7000点しか差ないよ、宝箱が1つ減った、4つでも十分だ、うわまさかね、これが M リーグですか、